皆さんこんにちは、望月志門です。今日のこの動画ではマイプロテインのレビュー、正直なレビューをしようと思います。よろしくお願いします。で、まあ多くの人がそのマイプロテインでどのプロテインが美味しいかとか、そのおすすめのプロテインはどれかっていうようなことを聞いてくださるので、今日はまあ少しでもそれに役に立てるように、気になる味を僕が3つピックアップしてきました。ブルーベリー、アップルクランブルカスタードで、チョコレートココナッツ。この前ちょっと自分が気になった3つの味を購入したので、味のレビューだったり、まあそれぞれの特徴とかっていうのを皆さんにこの動画を通してシェアできたらなと思います。1つ目がブルーベリー味です。で、3つの中で味に関しては一番自分は好きでした。ブルーベリー味すごく美味しいです。で、なんといっても飲みやすい、さっぱりしてて、自分買ったこのフレーバーは5キロなんですけど、5キロ、あってもいけそうな感じがします。しつこさがない。で、飽きにくい。さっぱりしてて飽きにくい。で、一つデメリットを感じたのが、他のマイプロテインさんの、他のプロテインと比べて、振っても、結構自分強めに振るんですけど、振っても溶けにくい。溶け残りがどうしても残るのが、このブルーベリー味の欠点なんじゃないかなと思います。まあ、味が好きなだけにちょっとそこは残念です。まあ、でもそこを気にせずに味を取るって言ったらブルーベリーなのかなっていうふうに思いました。で、僕、まあ、しばらくチョコレートとか、バニラとかっていうそのシンプルなフレーバーをしばらく飲んでて、で、どうしても飽きてしまう。どうしても飽きてしまって、その、まあ、フルーツ系に行きたい、移りたいなっていうふうに思ってはいたんで、そう考えるとすごくブルーベリー、また買いたいなっていう風に今すごく思ってます。ただちょっとね、その溶け残りが気になるっていう方にはお勧めできないのかなっていうのが正直な意見です。次に、アップルクランブルカスタードについてお話しします。で、僕が一番本当はこの3つの中でこれが気になってて、購入したっていうのがあるんですけど、味的には、正直僕には合わなかったです。なんていうのか、なんかその自分が考えてたカスタード感じゃなくて、まあ、甘いのは甘いんですけど、その味がなんだろうな、そのカスタードさが足りないっていうのと、その甘さがその飽きやすそうな味っていうのを僕的には感じました。で、まあ、いろんなプロテインにもいろんな多分飲み方があって、僕は結構そのトレーニングをしてがっつり毎日プロテインを飲みます。朝起きてもトレーニングの後で寝る前とかっていう風に1日数回に分けて飲むので、この味を毎日そのコンスタントに取っていけるかっていうと僕はできないです。なので、まあ、レビュー的には味的にはあんまり良くないのかなっていう風に思いました。ただブルーベリーと比べると溶けやすさに関してはすごく溶けました。なので、まあ、そこはアップルクランブルカスタードの良さなのかなっていうふうに思います。まあ、ただまとめると、継続して、まあ、トレーニングをすごく、なさってる方で、継続して毎日飲んでいけるかっていうと、飲めないです。まあ、でも、1日1回とか、まあ、たまにしかプロテインを飲まない、その補助食品として、そのタンパク質をたまに取れない時に一食として飲むとかっていうので、甘いのが好きな、甘党の方に向けて、たまに飲むっていうような方にはおすすめできるんじゃないかなっていうふうに思います。次に最後です。三つ目、チョコレートココナッツの味についてです。チョコレートココナッツ僕は飲んでみたんですけど、結構好きでした。で、溶け残りも、全然出ないですし、味としても僕的には好きで飲んでいきたいなっていうふうに思いました。で、甘さに関しては普通に、甘いんですけど、アップルクランブルカスタードほどは甘くないっていうような感じで、まあ、甘さ的に言うと真ん中ぐらいなのかなっていうふうに思います。で、飲み方に関してなんですけど、僕チョコレートが大好きで、チョコブラウニーとか、あとはスムースチョコかな。あとチョコにもいろいろ種類があるんですけど、っていうのを飲んでました。で、同じのだとどうしても飽きてしまうっていうので、チョコレートにも、そのいろんなバリエーションを持って飲みたい方には、まあ、チョコレートココナッツっていうのをおすすめします。ただ、まあ、カスタードとちょっと似てて、ココナッツ感はそこまで強くないです。まあ、基本的にはもう、チョコレート。で、若干ココナッツの、まあ、香りはするのかなっていうふうには感じるんですけど、まあ、チョコをいろいろ楽しみたい方で、いろんなバリエーションを持っときたい方、チョコレートブラウニーに飽きて次に買い替えるときに、チョコレートココナッツ。みたいな感じで飲まれるのがいいのかなっていうふうに
思います。3つレビューしてみました。で、最後にちょっと僕的に、僕的なおすすめの飲み方についてちょっとお話しします。僕が減量の時によく使ってるのが、このオイコスと一緒に飲む方法なんですけど、まあ普通に開けて、ヨーグルトに、あ、これだと自分容器ちっちゃいんで大きい容器に移すんですけど、大きい容器に移してプロテインを、ワンスクープ混ぜて食べるとすごく美味しいです。で、減量の時だと、まあ、ここにも脂質は入ってない、ゼロですし、ここにタンパク質が10。で、1スクープぐらい、だいたい20、タンパク質20ぐらいを取っていただければ、それだけでタンパク質30、一食になります。なので減量期とか、の朝とかは自分はオイコスと、プロテインで飲んでます。で、多くの方がそのプロテインの持ち運びについての質問とかがあるんですけど、僕が使ってる、すごくおすすめの商品が、このマイプロテインのプロテインタワーっていうんですけど、これですごく便利です。これ使うとプロテインがまあ1、2、3回分。で、まあ自分2つ持ってるんで6回分は持ち運べる。で、まあ、なんか小さい容器に入れて持ってくっていう方もいるんですけど、これを使うことで、まあ、プロテインとマルチデキストリンとかクレアチンとかをミックスした、それ一食分っていうのをそれぞれで保つことができます。まあ、自分の場合はプレワークアウトとか。で、プロテイン、ごめんなさい、ワークアウト中のカーボドリンクとか、で、プロテインっていう風に、分けて持っていくことができます。これすごく便利なので、まあ、もし気になる方、下にリンクの方を貼っとくので、そこから、これ気になる方は買ってみてください。以上、プロテインのレビューと僕のおすすめするプロテインの飲み方と、まあ、商品についてのお話です。まあ、この動画が少しでも味のレビューとかが役立ったと思ったら、LIKE、高評価の方ぜひお願いします。で、まだ登録されてない方、まあ、ワークアウトについて、減量についていろんな動画上げているので、チャンネルの登録の方もぜひお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。